ゲッターロボアークは、長い豪原作、石川県とダイナミックプロ作画により、2001年から2003年まで、双葉社アクションピザッツ増刊、スーパーロボットマガジンで連載されていた漫画、及び作品内に登場する架空のロボットの名称。1974年から石川県が執筆した、ゲッターロボサーガシリーズの最後の作品で、漫画版、ゲッターロボ校の続編となっている。 掲載誌の休館により、第一部、館として終了。単行本化の際に20ページ加筆されたが、2006年に石川県が奇跡に入ったため、ストーリー、ひいては、ゲッターロボサーがそのものが未完となった。終盤では、石川県の別作品、聖天対戦フリーダーバグに登場する、超巨大ロボットが、バグの名で登場している。流量馬、一文字公。 タイイールが乗ったシン・ゲッターロボが火星へ消えてから十数年後、神ヤトは武装化したサオトメ研究所を率いて新たな敵との戦いに入っていた。有機物か無機物かもわからない昆虫型の敵、アンドロメダ流国との戦いの中、サオトメ博士の後を継いだ神ヤトの前に、竜、龍馬の息子と名乗る少年、竜拓馬が現れた。声の向は、 テレビアニメ版の声優。年齢はテレビアニメ版にて設定されたもの。本作のゲッターチームは全員がゲッター戦関連の特殊な過去を持っており、早と曰く特殊な過去の地が自分の秘密を暴くため研究所に引き寄せられた者たちである。本作のサオ乙女研究所は廃墟となっていた旧サオ乙女研究所の建物はそのままに。 周囲に新たに研究設備や武装を施して、浅間高原の山麓全体が、要塞のように構築されている。ゲッターロボとゲッター船を滅ぼさんと現れた、未来からの侵略者。2500年以上先の未来に拠点を置き、過去の地球に存在するゲッターロボを滅ぼさんと、重戦士など、あらゆる兵力を送り込む。その正体は、未来で。 ゲッター軍団の侵略に抵抗していた昆虫型の異星人であり、ゲッターこそを宇宙の侵略者と呼び、自らの宇宙を守らんとする。ただし中には、カーター・マクドナルをはじめ、ゲッターチームなどと同じ、過去から来た地球人も存在している。ゲッターロボ g ーの敵役である、百鬼帝国の要塞島やその技術は彼らが送り込んだものであった。武蔵曰く、 時空のシステムは未来世界ではすでに解明されており、過去が未来へ与える影響は、ミクロの歪みが星雲をも吹き飛ばすエネルギーを生じさせることもあり、科学的知識を持つ文明であれば、決して触れない悪魔の領域とのこと。アニメ版では、歴史改変を起こしても、別の歴史に分岐する平行世界理論となるとカムイは、優が、ゲッター・エンペラーが得意点と化しているため、 平行世界への分岐は起こらないと武蔵は述べている。未来のゲッター軍団の力を借りたアークにより、諸葛孔明の一派は滅ぶ。今作では、アンドロメダ流国の存在に、地上の人類より早く気づき、これを地球全体の敵と判断して、人類と和平を行い、アークのチームを参加に組み入れ共に戦う。本作では、行方不明、または、個人となっている人物、 漫画版では一部の人物の会話のみ、触れられていたのみで、テレビアニメ版にのみ登場する。19年前の戦いというワードは、アニメ版独自のもの。2021年7月から9月まで、ATX 他にて放送された。漫画版、ゲッターロボアークのみのアニメ化ではなく、回想シーンや幻影として描かれる、過去の出来事として、ゲッターロボサーガの過去作品が映像化されている。 漫画版では、車弁慶が、ゲッタードラゴンをメルトダウンさせて戦死した後、沙乙女研究所が、新ゲッターロボに乗っていた、流し龍馬、神隼人以外全滅した謎の昆虫軍団との戦いから、プロフェッサーランドを背後から操っていた、恐竜帝国女帝、邪帝ごと、世界各地のスーパーロボット連合軍が、シベリアで戦い、流し龍馬、メシア大ル、 一文字工が操縦するシンゲッターロボが敵を一掃して地球から去ったシベリア戦線の間に十数年が開いているがアニメ版ではこの二つの戦いが虫のような謎の敵と戦った19年前のシベリア戦線に統合されているキャラクターデザインの本橋秀幸はあえて泥臭い絵柄にしたが線は同時期のアニメより少ないという 主要なロボットは 3DCG による作画となっている。元橋は当初、ロボットを手で描いたが形状を把握するのが難しく、以前キャラクターデザインと作画監督を務めた、ロックシンガッタイゴットマーズの方が楽という状態であったことから、ロボット関連は 3DCG のスタッフに一任している。ヒーツ2021以外の OPED は、ジャムプロジェクトが歌唱を担当する。 ありがとうございます。